左上からトライプシチュー、ライス、オピヒト、リムとアイのポケ、2列目左からカルアピック、ピピカウラ、ポイ、ラウラウ、3列目にイカノルアウハワイ料理はアメリカ合衆国ハワイ州のローカルフード。競技ではハワイ王国時代以前より伝わる伝統的な料理を指し、講義では各国の移民たちが伝えて定着したもの、あるいは新しく誕生した料理や、 現在のハワイで特産とされる食材を用いた料理なども含まれる。ハワイは太平洋の中央部に位置し、先住民たちのルーツはタヒチなどの南方から渡ってきたポリネシア系海洋民族にあると考えられている。このため伝統的な料理の中にはポリネシア料理と共通するものが多い、カルアピックの調理風景ポイコの当時からの原型を止めると考えられるものには、 以下のような料理が挙げられる。中世のハワイは神話に基づく独自の宗教観を持つ社会であり、カップと呼ばれる厳格な戒律のもと、食に関する制約も数多く存在した。具体的には、調理は男女それぞれが別々に行う。男女が共に食事をしてはならない。男女が同一の獣の肉を食べてはいけない。アウマクアとされる動物は絶対に食べてはならない。 神の食べ物とされる食材は口にしてはいけない。女性は男性を象徴するとされる食材を食べてはいけない。ムーアやタロパッチへの女性の立ち入りは許されない、などである。これらの戒律は、19世紀になって、カメハメハ2世の名のもとに廃止されるまで続いた。アメリカ合衆国や日本、ポルトガル、プエルトリコ、中国、朝鮮半島、フィリピンなどからの移民たちの食文化の影響を受けて、 成立した今日のハワイ州民の非常食。家庭やレストランで食べられるほか、プレートランチとして、好みの料理にアイスクリームのスクープ2杯分の白飯とマカロニサラダやポテトサラダを添えて供される。また、あらかじめ小型の容器に詰められたものは、日本同様に弁当と呼ばれている。黎明期のハエの外食産業には、日本人、特に沖縄出身者が多かったため、 日本料理及び沖縄料理の影響が随所に見られるのが特徴である。プレートランチスパム結びチャウフンガーリックシュリンプマラサダ。マグロのたたきわさびバターソースくれない生姜ゾエパシフィック。リム料理とは近年誕生した新作ハワイ料理のこと。1990年代の初頭にハワイの新進若手シェフたちが集まり、新しい料理の流れを作り出すプロジェクトを起こしたのが始まりとされている。 一般におしゃれな高級料理とされ、レストランの内外装などにも凝った店が多い。これらの店に共通するコンセプトとしては、という点が挙げられる。ありがとうございます。